京都大学工学研究科のホットな研究シーズをお届けする桂三直瓶今回お届けする研究シーズはこちら不法和度の力学です古墳をはじめとする文化財を自然災害から守り人類の宝を未来に伝えていくことは大切なことですしかし大雨や地震で損傷する古墳は多く 一度古墳が崩れたり、亀裂が入ったりすると、その中に埋葬されている石室などの温湿度、環境も崩れ、劣化が進みます。陸上の土構造物や古墳等の文化財は不飽和度でできていますが、古典的な飽和度の力学に対して未だ不明な点も多く、古墳等が崩れるメカニズムは分かっていません。現地調査土の光学的性質の評価。 模型での再検実験、シミュレーションを用いて不フォワードの力学を明らかにしようとする研究が進んでいます。研究を進めている都市社会工学専攻、澤田舞先生にお話をお伺いします。と URN のお西です。よろしくお願いします。 社会工学専攻の沢田ですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますと沢田先生はあの文化財の保全を目指して不法和度の力学の研究をされているということですけれどもどのような点が最も興味深いところとしてあの日頃研究されているでしょうかはい、えっとまあ、興味深いところですねあの三つぐらいあると思っています一、えっと、つはですねあの土、まあ、特に不法和度、まあ、材料としての面白さです あの、土というのは、えー、自然の材料ですので、えー、もちろん場所によっても違いますし、深さによっても違います。で、まあ、水をどれぐらい含んでるかっていうことによっても、えー、違ってきます。例えば、その、まあ、泥団子を作るときですね。まあ、水どれぐらい加えたらいいのか。パサパサではまとまらないですし、入れすぎたらべちゃべちゃになってしまう。あの、まあ、同じ材料であっても、まあ、力学的な性質が、まあ、コロコロと変わる。 えー、点で私は面白い材料だと思っています。で、えー、二つ目の面白い、えー、ポイントとしては、えーまあ、私、文化財の中でも特に土でできたものというと、まあ、代表的なもの、まあ、古墳とかがあるんですけれども、えーまあ、そこで起こっている現象というのが非常に複合的な、えー、連鎖的な現象であるという点です。えー、例えばですね、あの、まあ、古墳がですね、まあ、雨とか地震で、えー、崩れると。 そうすると、そこから、あの、水や熱が、あの、内部に入りやすくなります。で、ここの中には何があるかというと、まあ、石室、えー、まあ、被葬者の方が埋葬されているところですけれども、まあ、そこの中の、まあ、水分や熱の環境が、え変わります。そうするとですね、あの、まあ、壁画が描かれていたり、えー、いろいろ、あの、埋葬品があったりするわけなんですけれども、まあ、そういったものが、 まあ生物的な、えーまあ、カビとかですね、被害を受けたりですとか、まあ塩分が積出したりして、えー、汚染されるといった現象が、えー、起こります。まあ、こういったあの複雑な現象を扱うという点で、えー、面白いとなっています、えー。そしてあの最後に、えー、面白いポイント、えー、ですけれども、まあ、一見文化財というのは、えー、まあ文系の、まあ、領域だと思われがち、えー、なんですけれども、まあ、私たち、まあ、理系の、まあ、工学、 の人がですね、まあ、必要とされている、まあ、一緒に何か作り上げることができるという点が、あの、とても面白い点だと思っています。先生にとって、その、例えば土は、多分日頃いろんな土を扱っていると思うんですけども、あの、土によってどのような違いを日頃感じながら研究されているでしょうか。はい、えっと、私が、あの、まあ、実験で使用する土はですね、 あの、まあ、その遺跡の、まあ、現場それぞれから、えー、採取してきたものを使うんですけれども、やはりあの土地によって、あのー、全く性質があの異なっています。で、えー、例えばですね、よくあの、使うのが、まあ、奈良県の飛鳥村のまあ遺跡に携わることが多いので、まあ、そこのあのー、ま、摩擦ですね、を使用することが多いんですけれども、まあ、こういったマサドとですね、 少し他の場所、例えばあの九州の遺跡に関わったりすることもあるんですけれども、まあそういった場所では、えー、火山灰を含んでいます。まあそうするとですね、まあ火山灰を含んだ土というのは結構まあ色が、もう色からして全然違うと。まあ黒っぽい色ですね。まあ、それに対してまあ、えーまあ、奈良県のマサ田の方は、まあ黄色っぽい茶色い、えー、土です。まあそういったふうに、あのー、構成されている鉱物によっても、えー、違いますし、で、あとはですね、 まあ、力学的な点で、まあ、とてもあの重要なのが、えー、密度なんですけれども、まあ、よく締め固められているのか、あまり締め固められていないのか、まあ、そういった密度の違いというのが、まあ、強さとか硬さの違いになって、えー、現れてきます。ので、まあ、やはりあのその土地土地、まあ、その構造物ごとにあの異なるというのがあの土という材料かなと私は思います。 その研究を先生がされて、実際にその文化財に対して、あのそ、その後のアプローチというか、どういうフィードバックとかをされているんでしょうかあ、はい。えー、っとですね、まず、あの、まあ、現場の土を、えー、いただいて、まあ、試験をしてですね、で、えー、っと、まあ、よく、あの、まあ、相談を受ける、あの、私たちの研究課題になるのはですね、 えー、まあ、現場でですね、あの、まあ、雨とか地震によってその、まあ、被害を受けた場合に、えー、まあ、どういったふうに、あの、修復をすると、あの、まあ、科学的な根拠を持って、えー、正しい方法だと言えるかというようなことを、まあ、提案するんですけれども、えー、っと、はい。えー、ですので、まあ、試験でですね、あの、ま、力学的な性質を調べて、まあ、それをですね、 まあ、そ、そこから得られたパラメータを使って、えー、まあ、モデル化をします。まあ、どんな、どれぐらいの力を加えたらどれぐらい変形するかとか、雨がこれぐらい降ったらどれぐらい浸透するかとか、まあ、そういったモデル化をしてですね、えー、まあ、実際の構造物、まあ、遺跡を対象に、えー、数値解析でですね、まあ、どういうメカニズムで、まず、あの、被害を受けたのかということを明らかにした上で、 では、そうならないようにどうすればいいのかという対策を考えるということをよくやっています。実際にその具体的な、その事例とかってありますか最近携わったもので言いますとですね、奈良県、その先ほど申し上げた飛鳥村の遺跡で、坂船石遺跡というところがあります。そこはですね、あのまあ台風に伴う大雨で数年前に あの、大きく斜面が、えー、崩れた場所なんですけれども、えー、そこがですね、まあ、なぜその斜面が、えー、崩れたのか、まあ、その被害を受けるまでのプロセスを、まあ、数値解析と、まあ、先ほど申し上げた、まあ、実験であの、まあ、材料をよく調べて、まあ、計算をして、まあ、メカニズムを明らかにしてですね、でまあ、そこではですね、結局、あのまあ、その遺跡を構成している、えー、土自体にやはり問題が あるということが、えー、分かりました。えーまあ、遺跡ではですね、あのー、まあ、文化財ですので、まあ、基本的には、えー、傷つけない、まあ、そのままの状態になるべく保全をするというのが基本には、えー、あるんですけれども、まあ、その現場ではですね、あのーまあ、材料自体にその問題があるということで、えー、その表層のですね、えー、あまり性質の良くない土を、えー、取り除いて、まあ、別のもう少し、えー ま、水を通しやすい、まあ、強さや硬さ、ま、十分発揮できるものに置き換えてですね、対策をするということをしました。まあ、これはあの、実際にそういう、あの、ま、工学的なアプローチをしなければ、まあ、そういう修復は、あの、できなかったと思いますので、まあ、我々もしかしたら少し役に立ったかなと思っています。はい、えっと、こちらはですね、え、不法ワードの 三軸圧縮試験装置になります。不法和度ですので、土粒子と水と空気の3層からなる土なんですけれども、それの強さや硬さを測るための試験装置になります。これは土の保水性を測定するための試験装置になります。で、えっと、先ほども 出てきたんですけれども、ここでもですね、不法和度を扱いますので、セラミックディスクのついたペデスタルを使用します。最終的にはですね、その保水量と削除の関係、こちらの水分特性曲線というふうに呼んでいるんですけれども、それを得るというのがこの装置の目的になります。 せぜ前の研究の中で、そのキーワードとなっているその不飽和度っていうのは、どののよううなものでしょ土はですね、大きく分けて二つにあの分けることができると思うんですけれども、一、えーまあ、つは飽和度と呼ばれる、えー、もので、えーまあ、土はですねあの、まあ、土粒子と、まあ、その間の間劇からできているわけなんですけれども、まあ、その間劇すべてに。 水が充填されているようなもの、こちらは、フの、飽和度と呼ばれています。それに対して、不飽和度というのは、その間劇の部分に、水と空気が両方存在しているものになります。ですので、土粒子、水、空気の3層からできているというのが、あの、不飽和度になります。ですから、飽和度というのは、海の底とかですね、あと地下水の下とか、 そういった場所に存在するんですけれども、まあ、それより上の部分にあるものは、すべて実際、先生は不法ワードの力学を研究されているということですけれども、そのフォーワードの方はこれまで研究が進んでいたけれども、不法ワードはあまり進んでいなかったということなんでしょう歴史としては、フォーワードに比べるとあのかなりまだ最近の研究領域というふうになりますね。はい それはどうしてというか、理由はどうなっているんでしょうかもう難しいからです。<laughs> はい。あのー、やはり、えっと、まあ、2層、まあ、土粒子と水だけよりも、まあ、土粒子、水、空気の3層になることによって、あの、非常に複雑になります。まあ、例えばですね、うん、えー、まあ、水の通しやすさですね。あのー、ま、飽和度、まあ、2層の場合は、あのー、一定なんですけれども、不飽和度になりますと、 その水をどれぐらい含んでるか、空気をどれぐらい含んでるかっていう、それによって、ええー、ガラガラ、あの、その水の通しやすさが、えー、変わってきます。まあ、熱の通しやすさも同じです。で、まあ、それに伴ってですね、あの、やはり、ええー、まあ、力学的な性質、まあ、強さ、硬さも、えー、異なってきます。まあ、不合同の場合は、 土粒子と土粒子の間に水と空気が存在していて、水がですね、表面張力でもって接着剤のような役割をしているんですけれども、その接着力がですね、どれぐらい水含んでいるかということによって大きく変わっていきます。それが先ほどの泥団子の話に戻るんですけれども、乾燥した土、全くその接着剤がない状態ですね。で、適度に水を含んだ状態。 まあこれが最も接着力を発揮するわけなんですけれども、まあ逆にもっと水をたくさん含んでしまうと、まあ今度は空気がなくなってですね、表面張力が働かなくなってしまって、え、逆に弱くなってしまう。まあそういったふうに、まあ水や空気の比率によって、え、まあ、力学的な性質がどんどん変わってしまうというのが、まあ不幸ワードの、まあ最も難しいところになります。先生にとって文化財の保全とはどのようなものでしょうかはい。 えっと、まあ、最初に、あの、申し上げたんですけれども、まあ、一見その、ま、文系の領域のようなところで、え、の、私たち、あの、参画しているんですけれども、まあ、あの、ま、オーケストラの、ま、一つのパートのような、え、もので、まあ、決して、あの、メインの、え、研究領域では、あの、ないと思っています。文化財の保全という、え、場所においては。で、ただしですね、あの、ま、他の、まあ、 パートの人、他の研究領域の人と、えーまあ、関わりながら、あの、たくさんのことを、えー、教わってきました。もう必要に迫られて、あの、異分野交流を、あの、やってきたというような、えー、ところなんですけれども。で、えー、っと、まあ、よく、あの、土のことについて私たち聞かれることが、えー、あります。が、えー、大体ですね、とても、あの、難しい内容なんです。<laughs> あの、 そういう意味で、えっと、あれ、これ聞かれたけど、私たちの分野でまだ研究されてないなっていうようなことが、あの、頻繁に、えー、あります。ですので、えっと、まあそういった分野の違う人と、えー、関わることによって、あの、まあ自分の分野をもう一度外から客観的に見るという機会が、あの、多く、えー、ありますし、まだその、まあ研究の、まあ、空白領域のようなものにあの気づく ことも多くあります。で、また、あの、例えば、計測方法とかがですね、あの、他の分野の人と違っていたりとか、まあ、そういったことで、あの、インスピレーションを受けることも、えー、ありますので、あの、まあ、新たな、えー、研究のアイデアに繋がることが、あの、非常に、えー、多いので、まあ、あの、まあ、私が研究者としてやっていく上で、かなり、あの、成長させて、あの、くれる、 のがあの文化財の保全というものかなと思っています京都大学工学研究科のホットな研究シーズをお届けする桂三直便今回は文化財保存の未来を変える澤田先生の研究をお伝えしました次回もお楽しみに